朝からビールすぐ帰らんかな昼から飲むとダメやな。昼飯の時はもう飲むな。いくらやったん300円ぐらい。350円観光地価格シャンローストビーフするときにこの間なんかじゃがいもとか一緒に並べとったんや。あのじゃがいもまだあったやろ。じゃがいもも玉ねぎもあるよ。昨日玉ねぎ食わんかったで一緒に入れる。あれはな肉を取り出してからもずっと入れときゃええらしいで。そのままやと硬かったやろ。ああ肉だけ取ってる。これ見てみ、これこの割れっぷりを。ほんまや。そうやば。硬くない？硬くない。それ形が四角くてごつそうやから硬いっていう概念だけのもとに。簡単に割れるね。じゃあちょっとこれを目をつけていきます。よし。ほらで網を置いてもうそれであんまり強火じゃないがいいや。強火じゃないがいいさ。ちょっと待って。放り込んで蓋するだけやろ。そう。よし。じゃがいもたちはいつない。じゃがいもいつない。ゆっくりと。ローストビーフの時はこの上にも薪をのす方がええんちゃう。蓋に。いいやろ。そう。温めんでいいです。でも四方から来る方がいいんじゃん。熱が通りすぎるやん。そう。様子を見るったってこう出てみる。フォークいる？すごい灰が乗っとるけど灰入ってしまわんのかな。めっちゃジュワーって言うとるで。野菜から水が出てジュワーって言うとるよな。どうなの結構あるで。50度ちょっと。燃えんちゃう。60度ぐらいはない。いや、60度ぐらいで。あ、どんな書いてる。もう出してようない。ああ、アルミ。お、ちょうどひっついてきた。犬は鼻がいいな。熱いよ。やけどするよ。じゃない。どうなの。ええ感じっぽいね。めちゃめちゃ。この間のよりはうまい。この間はちょっと焼けすぎとったんだよ。やっぱあの試合で吊るした甲斐があったよ。